税庁の査察を要求します。全体民間から政治家に流れた闇献金を暴きましょう。北朝鮮と結託した悪徳労働組合全体ユニオンを断じて許してはなりません。過去には労働相談の過去の中では会社が暴力団を使用して恫喝をかけたり、自宅に押し寄せたり、こういった事案もありました。しかしこの世の中は支えているのは労働者であり、労働者の権利は日本国憲法第28条に示されてあります。労働者一人では弱者であり、弱者こそ団結しなければなりません。地域住民の皆さん、ご通行中の皆さん、近郊で働く仲間の皆さん、連帯ユニオンに加入しましょう。私たちは一人でも誰でも入れる労働組合、連帯ユニオンです。労働協議に名を借りた五六期の連帯ユニオンを断固糾弾しましょう。連帯ユニオンは労働協議や団体構成と称し、企業経営者の家族知人にまで嫌がらせをしています。労働協議に名を借りた連帯ユニオンによる暴力団まがいの業務妨害と付きまといを断じて許してはなりません。沖縄の局舎や国会前の反原発運動の資金源である連帯ユニオン関西生コン支部を解体せよ。病識ある和歌山県の皆さん、こちらは悪徳労働組合連帯ユニオン球団の大東遊説隊です。病識ある和歌山県の皆さん、こちらは悪徳労働組合連帯ユニオン球団の大東遊説隊です。連帯ユニオンは労働運動に名を借りた高木、かつあげのプロ球団、強国球団です。労働運動に名を借りた連帯ユニオンへの不正なお金の流れを断固追及しましょう。このような連帯ユニオンによる威力業務妨害を断じて許してはなりません。労働運動に名を借りた連帯ユニオンの正体とは極左暴力集団過激派です。沖縄の極左や国会前の反原発運動の資金源である連帯ユニオン関西生コン支部を解体せよ。連帯ユニオン関西生コン支部は、相談に来た労働者の問題解決される議題部の代表は人生を狂わせる第一歩です。連帯ユニオン関西生コン支部に絶対に相談に行ってはなりません。労働運動に名を借りた連帯ユニオンの不正なお金の流れを断固追及しましょう。労働運動に名を借りた連帯ユニオンによって企業から巨額の不正なお金が搾取され続けています。連帯ユニオンに流れたとされる巨額な闇資金の行方を告発しましょう。連帯ユニオン関西生コン支部は、相談に来た労働者の問題解決させる見返りの代償は人生を狂わせる第一歩です。連帯ユニオン関西生コン支部に絶対に相談に行ってはなりません。連帯ユニオン関西生コン支部の常識外れの労働争議に自殺に追い込まれた人は複数います。真相解明を和歌山県警は直ちに捜査すべきです。このような悪徳暴力農法を社会から追放させましょう。